エベラールは、クロノグラフの開発を専門とするスイスの時計メーカー。エベルハルトは、1887年に、スイスのジョルジュ・エミール・エベルハルトによって、ラショードフォンに設立。1919年から、エバーハルトは、イタリア海軍の公式サプライヤーに、創業者ジョルジュ・エミール・エバーハルトは1865年に、サンティミエで生まれた。1887年、 ラショードフォンに同じ名前の時計製造会社、ディオールジャリー・エーベルハルト &CEO を設立。同年、彼は最初のポケットクロノグラフを発表。1907年、ラショードフォンにあるレオポルト・ロバート通りにあるエバーハルト製作所の本部が開設。1919年、息子のジョルジュとモーリス・エバーハルトが経営を引き継ぎ1926年に、彼らは会社を完全に引き継いだ。 スイスの会社は、第二次世界大戦中に作業を中断し、1947年の終戦から2年後まで再開せず、1987年、ディオーレジャリーエルルハ d o l j l e 0 b 周年を迎えた。最も有名なエ l t ハルトの時計は、クロノグラフです。エクストラフォート、アビオグラフ、タツヨヌボラーリ。ありがとうございます。